独身税の導入がテレビやネットで話題になっている。ですがはっきり言ってこの独身税というのは愚策以外の何者でもない。独身税などという制度は独身者を不当に差別し社会的な不公平をさらに拡大させるものだ。正直言って時代錯誤も甚だしい愚策だ。結婚しない理由は人それぞれであり、経済的な問題、さらには個人的な選択、社会的な要因が複雑に絡み合っている。そうした多様な背景を無視し独身者に税を課すという考えは極めて短絡的で問題の本質を見誤っている。そもそも少子化対策として独身税を提案する声もあるが、これは全くの見当違い。結婚や子育てを推進するには税で独身者を罰するのではなく、結婚や子育てをしやすい社会環境を整備することこそが必要だ。育児支援の強化や働き方改革を通じ結婚や出産のハードルを下げることが真の解決策だ。独身税を導入すれば逆に結婚や出産に対するネガティブな印象が強まり、少子化がさらに加速する可能性すらある。また独身税は社会の分断を招くだろう。結婚している者と独身者との間に新たな対立などが生まれ、社会全体の連帯感も失われる危険性もある。このような政策が実施されれば結婚している者たちでさえ長期的にはその悪影響を免れないだろう。社会の調和を損なうような制度は全ての人々にとってマイナスである。独身税のような一面的で非建設的な政策ではなく、全ての人々が公平に生活できる社会を目指すべきだ。結婚している人々も独身者もそれぞれが尊重される社会こそが真に持続可能な社会で、その実現こそが目指すべき道と言えるだろう。皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけみです。さて、皆さんこれはちょっと緊急速報でございます。ついに日本はとんでもないことになってしまっております。なんとですよ、昔から導入が噂されていた独身税が再来年の2026年4月から開始されることに決定したんです。独身税というのはその名の通りで、独身でパートナーがいなかったり子供がいない人だけにかけられる重い税金となっています。海外ではペナルティ付きの少子化対策などと言われ、旧ソ連をはじめとする東側諸国で導入されたという歴史的背景があります。しかし、そんなとんでもない差別的増税によって、ソ連がどんな末路をたどったのかは、ソ連の崩壊を目の当たりにした私たち現代人にとっては簡単に想像できます。本日は再来年から導入される独身税とは一体どんなものなのか、そして実際に導入されると日本がどんなことになってしまうのかについて緊急に徹底解説してまいりたいと思います。それでは早速本日のお品書きは次の通りです。1限で2026年から施行される独身税によって独身、子なしは強制的に搾取され、家畜のように人権を剥奪されるということについて、2限で結婚や出産によって人生が破滅することは統計的にも証明されているということについて、3限で独身税に負けるな、独身だからこそ絶対にやるべき最高の趣味1選について徹底解説してまいりたいと思います。それでは早速1限の2026年から施行される独身税により、独身、子なしは強制的に搾取され、家畜のように人権を剥奪されるというテーマから解説をスタートしてまいりましょう。さて、日本の少子高齢化問題というのはずっと昔から叫ばれていたことで、何も今急に始まったことではないんです。日本の人口ピラミッドはこのように完全な壺型をしていて、ものすごく不安定な形をしているのがわかるでしょう。人口ピラミッドというのは天変地異でも起こらない限りこの形のまま上にシフトしていくだけですから、将来的に日本が若者不足になるということはほぼ 100% 目に見えている確実な未来と言えるわけです。このまま高齢化が進んでいけば働き手不足によって私たち日本人の生活は成り立たなくなるということがほぼ確実視されているわけです。以前であれば人手不足を外国人労働者によって補えばいいじゃないかなんていう議論もありました。しかしここまで円安が進んで日本に魅力がなくなった現在、外国人労働者にとっては日本はもはや出稼ぎに来る国ではなくなってしまっています。現在はむしろですよ、日本人が海外に出稼ぎに出ているというのが現状なんです。実際オーストラリアなどには出稼ぎに行ったは良いものの職にありつけず、無職の人のための配給に並んでいる日本人の若者が溢れていると報道されております。つまり日本はそもそもが少子高齢化で人手不足な上に、その上さらに円安によってどんどん若者が海外に出て行ってしまうというとんでもないディストピアになっているわけです。そんな少子高齢化を食い止めるため自民党政府は各種ばらまき政策をはじめ様々な手は打ってきました。しかしそのような小手先の政策が全て失敗に終わっているということは、現在全く少子化が改善されていないばかりか、むしろ悪化しているという結果からも丸分かりでございます。このようなことから自民党政府が最後の切り札として今回切ってきたのが、禁じ手であったはずの独身税導入という政策になります。まずですよ、科学的な結論を先に申し上げておけば、独身税というのははっきり言ってまともな民主国家が決してやってはいけない愚策中の愚策と言えます。その根拠は過去の歴史にあり、それについては後ほど述べることにしたいと思います。ここではまず、これから実施される独身税が一体どんな内容なのかについてご紹介したいと思います。現在ネット上やニュースで大騒ぎになっている独身税というのは、正式名称を子ども子育て支援金と言います。これはおととし第2次岸田内閣によって作られた子ども家庭庁が中心となって作った制度であり、まあ簡単に言っちゃえばこれまでの自民党同様のばらまき制度の一環であると言えます。ただこの子ども子育て支援金はこれまでの自民党政権のばらまき政策と全く異なる新しい側面があります。それがこの子ども子育て支援金が保険料であるという点でございます。さて皆様、ここで今一度保険の仕組みをイメージしてみましょう。保険というのは万が一の時に備えて保険料を支払っておき、何かあった時その保険が助けてくれるという制度ですよね。例えば自動車保険では多くの人が任意の自動車保険に入られていることでしょう。毎月結構な額の保険料を支払っておりますよね。ですが保険料を支払っている人の中で実際に事故を起こして保険を利用する人というのはごくわずかです。このようにたくさんの人から保険料を集め少数の事故に備える、それが保険の仕組みです。そして今回の子ども子育て支援金もまたこのような自動車保険と同じ保険の仕組みで賄われることになっています。そしてこの子ども子育て支援金というのは私たちが普段から支払っている健康保険から強制的に徴収されるという仕組みになっているんです。つまりもしこの事実を知らないと2026年から急に保険料が高くなっているにもかかわらず何がどうなっているのかわからないということになってしまいます。自分が今どれだけのお金を払っているのか、どれだけの税金をどこでどう取られているのかということは普段なかなか考えている人いないんですが、お金というのは人生の根本に関わるめちゃくちゃ重要な道具ですから、絶対に自分が今何に金使ってるのか、どこで金取られてるかということは把握しておかなければダメです。今は経済も悪く、お金がないと苦しんでいる人も多いでしょうから、ぜひ少しずつでいいから、お金のリテラシーを一緒に身につけていきましょう。でなければ私たちはどんどん貧乏になる一方、搾取されていく一方です。さて、お話を戻せば、この制度の本当のやばさというのは強制的に徴収されるという点にございます。健康保険や介護保険の場合は私たち国民の誰もが保険を使う可能性があるじゃないですか。どんなに健康な人であれど、いつ事故に遭うかもわかりませんし、私たちは年を取ればいずれ誰もが介護を受ける必要が出てきます。そのため、健康保険料を支払うというのは、強制的ではあれど、きちんと全ての保険者に還元され、メリットがあると言えるわけです。一方で、今回の子ども子育て支援金はどうでしょうか。子ども子育て支援金という美しい名前で飾り立てられておりますが、先ほどの通り、これは実際には保険料として強制徴収されます。しかし、その保険の恩恵が受けられるのは、実際には子どもを授かった限られた人だけですよね。つまり独身の方とか子供がいない人など大多数の人にとって保険を支払うことに何のメリットもないわけです。これがこの子供子育て支援金が独身税と呼ばれるゆえんです。これがなぜそんなにやばいのかは、先ほどの自動車保険の例を思い出せば誰でも簡単にわかります。自動車保険というのは加入が必須の自賠責保険と、あなたが加入するかどうか選択できる任意保険の2つに分かれています。加入が必須だとはいえども、この自賠責保険に加入しなければならないのは自動車を保有している人だけです。つまり、自賠責保険や任意の自動車保険に入る人というのは車を所有している人であり、健康保険と同じで誰もが保険を使う可能性があるわけです。そのため自動車保険は半ば強制加入であるとはいえども、健康保険と同じく加入者すべてにメリットがあります。だから文句も出ないわけですよ、基本的に。ですが、子ども子育て支援金というのはどうでしょうか。自分は独身で生きていく。自分は子どもを持たない。それだって個人個人の一人一人の立派な決断でしょう。ですが、そう思っている人たちからも保険料が強制徴収されてしまうわけです。これは自動車保険に例えれば、車を持っていない人も強制的に自賠責保険や任意保険に加入させられているのと同じことです。車を絶対に運転しない人、なぜその人が車を運転する人のために保険料を支払わなくてはいけないのか。それは絶対におかしいと誰だってわかるでしょう。しかし、そんな狂ったことが子ども子育て支援金という名のもとに行われようとしているわけです。しかも恐ろしいことに、子ども子育て支援金として強制徴収される保険料がなかなか高いんです。健康保険料に上乗せされる子ども子育て支援金は年間で5400円程度に上る見込みだと報道されていて、これは結構な額ですよね。最近流行りの任意加入の民間の自転車保険でさえ年額4000円程度です。つまり、このようにとんでもない額の保険料が2026年から強制的に徴収され、しかも独身や子供のいない人たちには何一つメリットがないという悲惨すぎる未来が待っています。実際にこの制度が開始されると、子育てをしている人たちが多額の支援金を受け、一方で独身の人や子供がいない人だけが損をすることになります。もちろん子育てをしている人も独身者と同じように保険料を支払いはしますが、その分は結局支援金として返ってくるから少なくともマイナスにはなりません。結果的に独身の人や子供がいない人たちだけが収支がマイナスとなるため、子ども子育て支援金は実質的には独身税と同じであるということで、これだけ騒がれているわけです。さて、ここまでの説明で子ども子育て支援金がいかにめちゃくちゃな制度であるかがよくお分かりいただけたと思います。しかし、中にはこんな議論もあるかもしれません。たとえ独身税自体が強引すぎる制度であっても、それで少子高齢化が解決するのであれば結果的には日本全体が良くなるんじゃないですかと。しかしそれが大きな間違いであるということはすでに人類の歴史が証明していることです。冒頭でちらっと申し上げた通りで、実は歴史上独身税を実施した国があります。有名なのが旧ソ連の衛星国であったブルガリアであります。ブルガリアは戦後、現在の日本と同じく少子化に苦しんでいた国でした。ブルガリアは1960年代から80年代にかけて独身成人に5から 10% の税金をかける、文字通りの独身税を実施したんです。もちろんこれは独身税を支払うのが嫌なら結婚しろという政府の圧力によって結婚を無理やり促し、少子化を食い止めようという意図で行われたものでございます。しかしその結果どうなったと思いますか？なんと出生率が逆に下がるというとんでもない結果になってしまいました。独身税が実施されることで、独身の若者の中でお金が貯められない人が続出しました。そうなることでかえって結婚や出産ができない人が爆増し、結果的に出生率がだだ下がりするというとんでもない地獄状態に陥ってしまったんです。しかもこの政策のやばいのは失策であると、これ間違ってるじゃんかと分かるまでに20年もかかってしまったということ。出生率の推移というのは年単位で見ていくものですから、たとえ良い政策であったとしてもすぐに結果が出るわけではありません。ですが逆に言うと、たとえ悪い政策であったとしてもその悪さが明るみに出るのには時間がかかるというわけです。そしてこのような歴史上の大失敗があるにもかかわらず、今は亡き岸田内閣が残していった負の遺産である子ども家庭庁はそのような黒歴史を繰り返そうとしているわけです。おまけにやばいのが、このように歴史的に間違いが証明されている独身税を子ども子育て支援金などという名前でベールに隠して密かに実施しようとしている点にあります。そもそもの子ども子育て支援金という名前自体嘘800であることは先ほどの説明からもお分かりいただけたでしょう。これは支援金ではなくて、実際には強制加入の保険であり、名前からして完全に偽りであることがわかります。しかも独身者や子供がいない世帯が全く得をしない名ばかりの保険であるという点で、完全に差別的な独身税であるということなんです。これはもはや私たち国民の基本的人権を踏みにじる悪法であると言っても過言ではないでしょう。私たち国民には憲法で保障されている自由があります。誰と結婚しようが、あるいは結婚せずに一生独身だろうが、子供を作ろうが作りまいが、全ては私たち国民に約束された自由です。それを独身税という形で強制的に子作りさせようというのは、はっきり言って政府が私たち国民を家畜扱いしているとしか思えません。また中には結婚したくてもできなかった人、そして子供が欲しくたってできなかった人など、世の中にはいろんな事情の人がいるわけです。そういった事情があって今の状態にある人たちの声を国は完全に無視するというのでしょうか。まあつまりは国からしてみれば、産むやつはどんどん産め、逆に産まないやつは独身税を払えと言っているようなものなんです。まあね、私は何も子育てに支援金を出すこと自体が悪いと言っているわけでは当然ありません。少子化対策のためには確かに子育てに手厚い保障をすることは重要なことでしょう。しかし問題はその支援金の出所です。自由を行使して独身であることを選んだ人から強制的に金を巻き上げ、それを財源に充てる、このやり方が許せないというわけです。本来であれば他にもっと手をつけるべき財源があるはずです。自民党の裏金問題は結局どうなったでしょうか。国会議員の給料はどうでしょうか。岸田内閣による令和の大ステルス増税によって増えたはずの財源は一体どこに消えてしまったのでしょうか。出生率を上げるという目的のために国民を選別し、産む者には与え、産まない者者からは搾取をする。これは完全にナチスやソ連と同じ全体主義のやり方ではないでしょうか。日本はかつての全体主義の過ちを再び繰り返そうとしているのでしょうか。政府の都合のため個人の人権や自由を踏みにじろうというのでしょうか。ここで国民が声を上げなければ状況はどんどん悪くなっていく一方でしょう。岸田政権が倒れ、新たな政権が生まれた今だからこそ、私たちは政府の巨悪に対しノーを突きつけなければいけません。それではこの辺で一元の内容をまとめておきたいと思います。一元まとめ。この一元では2026年から施行される独身税の内容についてご説明いたしました。ポイント1、日本は少子高齢化と円安で労働力不足が深刻化している。それに対する自民党政府の政策は全く効果を上げず、最終手段として2026年から独身税の導入が施行される。ポイント2、独身税は正式名称を子ども子育て支援金といい、独身者や子どもがいない人から保険料として強制徴収されることになっている。ポイント3、独身税は旧ソ連やブルガリアでも失敗した過去があり、出生率を下げ、国民の自由や人権を侵害する愚策であると言える。国民が声を上げ、政府の誤った政策に対抗する必要がある。それでは次2元で、結婚や出産によって人生が破滅することは統計的にも証明されているというテーマに解説を移っていきたいと思います。さて1元では2026年の独身税の強制徴収開始によって私たち国民の自由や基本的人権が踏みにじられようとしている現状について分かりやすく解説してきました。子ども子育て支援金という名の独身税が施行されることによって独身者や子どものいない人たちが強制的に搾取され、そのお金が子育て支援に支払われるのでした。では逆に子どもがいる世帯の人たちは子ども子育て支援金の運用開始によって幸せになれるのでしょうか。実はそうとも言えません。そこでこの2元では独身税から逃れるため無理やり結婚や子育てをするとどうなってしまうのかについて解説していきたいと思います。さて子ども子育て支援金というのは実質的には結婚しない人や子どもがいない人に対してペナルティを課すことで無理やり結婚や子ども作りを促進させようというとんでもない政策でした。ではこのようなペナルティを避けるために無理して結婚して子供を作って、それが本当の幸せだと言えるのでしょうか。日本の離婚率はおよそ 35% にも上り、なんと3組に1組は離婚するという時代になっています。さらに法的には離婚していないけれども実質的には離婚状態である夫婦別居とか冷め切った夫婦関係など、あるいは子供がかわいそうだからなどといった理由で本当は離婚したくてもできない人などを含めれば実に半数以上の夫婦が離婚または離婚と同じ状態にあるとも言われています。つまり独身税というペナルティがなく自由婚をしている現在でさえも2分の1の確率で離婚するということです。好き好んで自由に結婚しているにもかかわらずこのざまなわけですから、それが独身税というペナルティによって強制的に結婚させられるようなものならどうなってしまうでしょうか。現在よりももっと離婚率が上昇するのは目に見えておりますよね。つまり独身税の導入というのは独身者から強制的に搾取をするというだけでなく、離婚して不幸になるカップルを増やすという観点からも最悪な愚策であると言えます。そしてね、このように言うと別に独身税は今そこまで高くないでしょと、だから独身税を払うのが嫌で結婚する人なんて実際はそんなにいないんじゃないのと思う人いるかもしれません。まあ確かにそれはその通りかもしれません。今ぐらいの金額であればそうやって結婚を急ぐ人もそんなにはいないかもしれません。ですが個人的には独身税という政策を実際に政府がやるということがやばいと思っています。金額自体は今のところ大したことないのかもしれませんが、政府としては今後どんどんこういうふうに独身に税金をかけるということをやってっていきたいわけです。実際もうやっちゃってるわけですから、そうなってくると将来的にはかつてのブルガリアのように 5% から 10% の税金をかけるなんていうことにもなりかねません。そうなれば結婚しないことによってめちゃくちゃ税金が上がるわけですから、結婚しようとする人が増えるでしょう。実際税金はもう絶対に上がっていきますから、個人的には今後この独身税が開始され、さらにもっと独身に税金がかけられるようになっていくのではないかと心配しております。さて、ところで結婚は人生の墓場なんていうことがありますよね。しかし統計上は実は結婚している人の方が独身よりも幸福度が高い傾向にあるということが分かっています。2019年の内閣府の調査によると、結婚している人の 70% が今の生活に満足していることが判明していて、独身者の満足度はそれよりも低くなっていることが分かっています。実際統計的にも独身者は孤独感や精神的なストレスを強く受けやすいことが分かっていて、特に男性の独身者は結婚している男性よりもなんと7から10歳も早死にするということが明らかになっています。独身男性というのはどうしても生活習慣が乱れがちで、そのことが短命につながっているのではないかと考えられております。結婚してればね、奥さんが健康的な料理を出してくれますが、独身男性はカップラーメンでご飯とか済ませちゃうから、短命につながりやすいといったイメージでしょう。また、この他にも結婚することのメリットとして次のようなものが挙げられています。1、経済的に安定することが多い。2、様々な社会的サポートが受けられる。3、孤独感を解消することができる。こういうのがよく結婚するといいよと言われている理由なわけです。例えば結婚して共働きをすれば単純に収入が2倍になりますよね。一方で2人暮らしの生活費というのは1人暮らしにかかる生活費を単純に2倍したよりも安くなることが分かっています。シンプルな例だと家賃です。1DK のアパートに1人で住んだら6万円のところが、同じアパートの 2DK は9万円だったりしますよね。これだと1人暮らしの場合の家賃負担は1人当たり6万円ですが、2人暮らしであれば1人当たりの負担額が4万5千円に減ることになります。また食費も同様でしょう。さらに日本には配偶者控除をはじめ専業主婦を優遇するような税制も数多く存在しています。それが良いかどうかはここでは議論しませんが、共働きの場合でも専業主婦の場合でもいずれにしても結婚をすると経済的に安定しやすいというのは事実なわけです。さらに結婚して得られるのは経済的なサポートだけではありません。結婚をすると一般的に社会的なサポートも充実します。特に事情がなければ結婚をすれば単純に家族が2倍になることになりますよね。関係が悪くなければ相手の家族のサポートを得られたりすることもありますし、もちろんパートナーの存在自体が立派な社会的サポートの一つとなります。病気や怪我の際にパートナーがいることで迅速な治療が受けられたりとか、安心できたりとか、こういったことが寿命に寄与している可能性もあると言われています。そして何より大きいとされているのがやはり孤独感の解消でしょう。孤独は喫煙よりも体に悪いとも言われ、孤独を慢性的に感じている人は心筋梗塞のリスクが爆上がりするという研究結果もあるほどです。また独身者であれば、年を取れば取るほど孤独感とともに経済的な不安感も強まっていきますから、メンタルヘルスが低下し、うつ病にもなりやすくなってしまいます。さて、このように見ていけば、なんだか一見独身よりも結婚した方が全然いいじゃないかという気がしてきますよね。あれ？結婚は人生の墓場という言葉、あれ何だったんですかと、その言葉が嘘のように思えてきます。ですが、このような統計上のデータにはからくりがあるということが分かっています。これらのデータはあくまでも結婚がうまくいって離婚しなかった場合のデータに過ぎません。先ほどご説明した通りで、今や日本は潜在的なものを含めると2組に1組以上のカップルが離婚またはそれに近い状態にあるわけです。うまくいっている結婚は確かに幸福度を上げるということは事実ですが、それと同時に間違った結婚は独身でいるよりも不幸になっちゃうデータもございます。まずは寿命です。離婚経験者はそうでない人に比べ平均寿命が短くなる傾向にあり、結婚を継続している人に比べ5から7年短命であるというデータが出ています。離婚すると再び独身時代の孤独で不健康な生活に戻る上に、離婚による大きなストレスが加わりますから、ダメージは非常に大きいんです。また内閣府が行った調査によると、離婚経験者は独身者に比べ生活に満足していると回答する割合が低いという結果が出ています。この調査の注目すべき点は独身者に比べてというところです。先ほどの内閣府の別の調査では、結婚した人が独身者よりも生活満足度が高いという結果が出ておりました。そのため離婚経験者が結婚を継続している人よりも満足度が低くなるのは当然と言えます。問題は離婚をすると独身者よりもさらに幸福度が低くなってしまうということなんです。これはちょっと驚きですよね。つまり独身者の幸福度をプラスマイナス0とすると、結婚をすることによって幸福度は一時的にプラスになるが、離婚をすると再び0に戻るわけではなく、0を突き抜けてマイナスになってしまうということなんです。これは結構な驚愕の事実だと思いませんか？離婚をして再びゼロに戻るのであれば、独身の頃よりも幸福度が下がってしまうということは、もはやレバレッジをかけまくったギャンブルのようなものです。おまけに 50% の確率で離婚または離婚と同じ状態になるわけですから、これではほとんど長半勝負になってしまいます。もちろんそんな賭けに出てでも一緒にいたいと思える人がいるなら結婚するのはもちろん個人の自由です。しかし問題なのは、今回の独身税というのは私たち国民にこのようなギャンブルを無理やり強いる政策であるということでしょう。どんなギャンブルであれ、やりたい人はもちろん自己責任でやればいいと思います。自分の意思で賭けに出たのであれば、長が出ようが半島出ようが、それはその人の責任だし、まあ結果も受け入れることができるでしょう。しかし、独身税の導入によって国は、私たち国民にこのようなギャンブルに強制的に参加させようとしているわけです。そして一言で述べた通り、ギャンブルに参加しなかった人には、独身税という重たいペナルティが課されることになるわけです。はっきり言ってこれはめちゃくちゃであります。自民党政権は今までもめちゃくちゃな政策ばかりしてきたわけですが、ここまでの愚策は歴史上初めてであると言っても過言ではありません。しかもです。ここまではあくまで結婚のことだけに焦点を当てて、統計的な事実とともにお話ししてきました。しかし一元でご説明した独身税の内容をもう一度おさらいしてみましょう。独身税は子ども子育て支援金という形で支払われる保険制度でしたよね。つまり結婚するだけでは保険金を受け取る権利はありません。結婚にプラスして子供がいるという条件もついてくるんです。私たち人間は様々な理由で結婚をします。結婚をしても2人の時間を大切にしたいからといった理由で子供を産まない権利だってあるわけです。また最近では不妊治療が大流行しておりますよね。不妊治療が流行するということは、それだけ欲しくたって子供に恵まれない人が大勢いるということなんです。つまりたとえ結婚という長半勝負のギャンブルに勝てたとしても、その上でさらに子供を授かるというハードルをクリアできなければ独身税を支払わされることになってしまいます。これではあんまりだと言えるでしょう。この独身税によって搾取を被る人を列挙してみれば、この政策がいかに愚策かが分かります。自ら望んで独身である人、本当は結婚したいけどできなかった人、結婚はしたけれど離婚した人、結婚はしたけれど子供を産まない選択をした人、子供が欲しいけどできない人、独身税というのはこの人たち全員が不幸になる政策です。そしてこの中の一体誰が悪いことをしたというのでしょうか。自ら望んだけれども結婚や妊娠が実現しないというのはその人自身の問題ではありません。自ら望んで独身や子供なしの人生を選んだ人たちはただ自由の権利を行使しただけです。このように何一つ悪いことをしていないにもかかわらず独身税という多額の税金を課されてしまうことになります。しかもです。じゃあ独身税を支払わずに済んだ子持ちの人たちは必ずや幸福になれるのかといえばそんなことはありません。最近では育児放棄や子供から親への DV など育児に関する様々な問題が噴出しておりますよね。実際子供がいれば必ずしも幸福ではないということは統計的な事実からも明らかになっています。一般的に子供が生まれた直後、特に1人目の出産時には多くの親御さんたちが幸福感を感じることが多いということが分かっています。2017年の調査では子供がいる夫婦の約 60% が家庭生活に満足していると回答していて、子供がいない夫婦よりも若干高い結果が出ています。しかし問題はこのような幸福感は一時的なもので長続きしないということ。出産から少し時間が経ち育児や子育てに伴う責任やストレスが大きくなると幸福度が低下していきます。特に育児の負担が母親だけに集中する場合や経済的な不安がある場合、ストレスが増えることで幸福感が一気にだだ下がりしてしまいます。実際日本を含め各国の研究でも子供が幼少期の頃になると親の幸福感が低下する傾向が示されています。特に日本では教育費や保育費用の高騰が子供を持つ家庭にとっての大きな負担となっていて、そのような経済的なストレスによってネグレクトや虐待といった悲しい事件が起きてしまうことも事実であります。ですがこのような経済問題を解決するものこそが子供子育て支援金ではないかという意見もあるでしょう。しかし問題はお金だけではありません。実は子供がいると夫婦関係が悪くなってしまう傾向があるというとんでもない研究結果もあります。特に育児の負担が母親か父親の一方に偏る場合は夫婦間のコミュニケーションや親密度が低下するということが報告されております。日本では育児のためのお金だけでなく育児をサポートする施設やシステムが全く足りておりません。待機児童問題や保育士の不足というのは何も今に始まった問題ではありませんよね。今後加速的な少子高齢化によってさらに人材が不足していくわけですから、いくら補助金を出したところで今後は子育てサポートの仕組みそのものが維持できなくなってしまいます。夫婦の間で子育てをうまく分担するために絶対に必要なのがやはり子育てのサポートです。いくら補助金が出たところで夫婦の両方が子育てのために無職になるなんてよっぽど貯金に余裕がある富裕層にしかできないことです。つまり夫婦で子育てを対等に分担するためには共働きが原則となります。では夫婦が働いている時誰が子供の面倒を見るのでしょうか。その面倒を見るはずのサポート体制が崩れつつあるわけです。つまり日本において子育ての分担などというのは完全に夢物語であるということです。もちろん子育てというのはこのような数々の困難を乗り越えた先に得られるものがあるとも言えるでしょう。実際統計的にも子供が成人して自立をすることで親の負担が一気に減り幸福感が上昇するという結果も出ています。しかしそれはあくまで全てがうまくいってからの話です。先ほどの通り結婚するという段階からしてすでに五分五分のギャンブルです。そこからさらに子供が生まれる確率やその子がちゃんと育つ確率などを加味していけば子育てによって幸福が得られる人というのは本当に一握りということになってしまいます。そして国は独身税の導入によってこれほどまでに割の合わないギャンブルに強制参加させようとしているわけなんです。それではこの辺で2限の内容をまとめておきましょう。2限まとめ。この2限では、独身税から逃れるために無理やり結婚や子育てをするとどうなってしまうのかについて解説しました。ポイント1、独身税は実質的に独身や子供がいない人へのペナルティとして課されることになる。しかし無理に結婚や子供を作った場合、離婚率が上がり、かえって不幸になる可能性が高い。ポイント2、2組に1組が離婚、または離婚に近い状態に陥る日本社会において、独身税は国民にリスクのあるギャンブルを強制する不合理な政策であると言える。ポイント3、たとえ結婚がうまくいったとしても、出産や子育てがうまくいくかどうかはわからない。そのため独身税は実際には多くの人々に不公平な負担をかけることとなる。それでは次3限で、独身税に負けるな。独身だからこそ絶対にやるべき最高の趣味1選について解説していきたいと思います。さて、ここまでを通じて独身者の皆さんは本当に絶望した気持ちになっているかもしれません。しかし政府がどんな愚策を出そうとも、独身は決して悪いものではありません。そこでこの動画の最後となる3限では、独身だからこそ絶対にやるべき最高の趣味についてご紹介します。その趣味とはズバリ料理です。料理は独身の方が絶対にやるべき究極の趣味と言えます。先ほど1限で独身男性の平均寿命が短くなるのは不節制になりがちだからというお話をしました。逆に言うと、たとえ独身であれどきちんと健康に気をつけさえしていれば、結婚している人と同程度の健康水準を維持することができるというわけです。そのために料理というのは最高の趣味です。料理には健康になる、お金が浮く、自己肯定感が上がるといった本当に数多くのメリットがございます。独身だとどうしても外食とかコンビニ弁当、スーパーの惣菜などで簡単に食事を済ませてしまうことが多くなりがちですよね。しかしそういった食べ物の中には皆さんの寿命を爆下げしてしまう猛毒添加物が大量に含まれています。一方で自らの手で生の食材から作った手料理には余計な添加物は一切含まれておりません。また自炊はお金が浮く上に、新しいレシピに挑戦することで達成感を得ることもできます。このような達成感は自己肯定感のアップにつながり、孤独感を解消することにもなるのです。独身の方はぜひ積極的に料理に挑戦し、心と体の健康をアップさせてみてほしいと思うんです。それでは最後に3限をまとめます。3限まとめ。この3限では独身だからこそ絶対にやるべき最高の趣味料理について説明しました。料理は想像力を発揮できる趣味で、健康的な食生活を楽しむこともできます。新しいレシピに挑戦することで自己成長や達成感を得ることもできます。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしていただけますと嬉しいです。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしていただけると大変嬉しいです。本日はご清聴ありがとうございました。